サプライチェーンマネジメントとビジネスモデル BTO とは製造業のビジネスモデルの一つである。パソコンや自動車などの製造販売で実現されているサプライチェーンマネジメントによる企業の分類形態の一つである。同義語として CTO も用いられている。メーカーでは商品を部品の状態でストックしておき、顧客の注文に応じて組み立てを行い出荷する。 部品は完成品より流動性が高いので、メーカーには在庫リスクが減るメリットがある。顧客にとっては無駄な使用を省き、購入コストを引き下げることができるメリットがある。その一方で、注文方法が煩雑になり、注文から商品の受け取りまでリードタイムが生じるデメリットがある。商品を手に取って品質を確認することもできない。注文方法をいかに簡単にするか。 受注から出荷までをいかに早く行えるか、品質保証とブランド力を維持できるかが成功のポイントとなろう。BTO により、例えばパソコンでは注文する際自分の希望に合うように部品を選択し、注文を行うことができるようになった。メーカーや販売店ではその仕様に沿ってコンピューターを組み立て、あるいはオプションを追加して顧客に送り届ける。これにより、 自作パソコンに手を出せないユーザーでも自身のニーズに最適化されたパソコンを手に入れることが可能となる。BTO の行われている商品としてはパソコンの他に自動車、オートバイ、自転車、スキー、スノーボード、住宅、建設機械などがある。はじめは自ら組み立てるコンピューターを販売している販売店や業務用のコンピューターを発注する際にその用途に合わせて 部品をを選択し販売を行っていた通信販売はかなり前からあったが、日本メーカーのソーテック、アメリカ合衆国のコンピューターメーカーでルるが、一般顧客向けに通信販売でカスタマイズを行える形で直販を行うようになり、このことが一般顧客を中心に広く受け入れられるようになる。大手メーカーでは販売店でオプションの追加やメモリー容量増加等キャンペーンなどで、 販売を行っていたが、次々と直販体制を整えていった。海外メーカーでは、デルの他に、ヒューレットパッカード、アップル、レノボなど、日本メーカーでは、NEC パーソナルコンピュータ、富士通クライアントコンピューティング、ダイナブック、バイオ、パナソニック、エプソンダイレクト、オンキオパイオニア等がある。その中でも販売店ルートを持たない。 あるいは通販による直販を主力販路にしているメーカーを直販メーカーとも言う。日本で展開するメーカーで、これに該当するものは出る、エプソンダイレクト、ソーテック、マウスコンピューター、ドスパラ、サイコム、ストーム等が挙げられる。かつて、PC の BTO において、ゲートウェイが市場を席巻した時期があった。選択可能な部品の幅はメーカーによって異なる。 CPU やメモリー、ハードディスク、CD、DVD、BD ドライブ、キーボード、マウスといった基本的な仕様までサポートするものから、グラフィックボード、ケースや電源、マザーボード、CPU クーラーまで様々に選択できるものもある。ありがとうございます。